こんにちは。今回もネタがないのでユタボンとホリエモンの X での絡みについて語っていきたいと思います。タイトルにもある通り、ユタボンは日本語が読めていません。なぜそう思ったかと言いますと、例のホリエモン氏の X 内でのポストを見てそう思いました。内容はどんなものだったかと言いますと、ホリエモン氏がお盆や年末年始などの混雑時を避けて帰省すればいいじゃないか、そのために子供の学校を休ませるくらいいいだろうといった内容のポストをしていました。そこにユタボンが、わ、子供は学校に行かなあかんやろという風に食ってかかりました。学校に行って勉強している、人生は勉強や、など勉強しているアピールとは逆行するムーブをかましています。中学生だからという意見もあるでしょうが、そもそもちゃんと勉強しておらず、因数分解がわからない中学生でもネットリテラシーが多少あるならこんなクソリプは飛ばしません。ユタボンの釣りに引っかかるやつはバカじゃないかとおっしゃっている方が結構いらっしゃいますが、ただ単におもちゃにしているだけだと思います。ユタボンの気候を題材にして大喜利をしているだけだとは他から見て思いました。ついに反抗期が来た、倒したボスが助けに来る強烈展開など、完全に遊んでいます。なかなか秀逸なものもあり、ユタボンをおもちゃと見ればかなりいい素材なのです。しかし、それが本当に彼の望んだ姿なのでしょうか。先日クビになった本田雄介しかり、ただ単に有名になりたいというのを履き違えた姿にしか見えません。例えば大谷翔平でも、野球が上手いから有名になるだけであって、有名になるというのは副次的なものなのです。大谷翔平ほどではないにしろ、何かを極めている人は自然と有名になります。それは別に本人が望んだことではないですが、少なくとも何かしらの目的があって、その道を極めてきたことは確かです。しかし、ユタボンは有名になるだけが一人歩きしてしまい、肝心の何がしたいのか、または何をしているのかが全くわからない状態にあります。以前、ボクシングをやりたい、ボクシングでプロになりたいと言っていましたが、もしそれなら、ボクシングの練習動画をジムが許してくれる範囲でアップしていると思います。実際にトレーニングの様子や食事の内容をアップしているプロスポーツ選手はたくさんいます。練習姿を見せたくないのであれば無理に載せることないですが、以前はボクシングの試合があると必ず告知していたのに、最近は全くありません。短い言葉で表すと、目的と手段が逆転してしまっています。ミュージシャンなど知名度が直接武器になるような人だったら、曲を売るために有名になるというのは理解できますし、実際レペゼン地球がそれで成功しています。しかし、ユタボン、君には何かあるのでしょうか。話を戻しますが、ユタボンのホリエモン氏に対するリプを見れば、日本人の3分の1は日本語が読めないということがこれで具体的にわかるのではないでしょうか。しかし、逆に言えば残りの3分の2の人は読めるというのは、世界的に見たらめちゃくちゃ高いです。ほとんどの国は、母国語で同じことをやっても日本より正答率が低いのです。ユタボンも、ホリエモン氏が提言している、お盆や年末などの人が多い時期に帰省するのではなく、平日に帰省するべき。そのために子供の学校を休ませてもいいという趣旨のポストに対して、学校行かなあかんやろとただ単に学校休んでもいいということしか読み取っていません。モンスタークレーマーもいいとこです。というか、日本語が使えないからモンスタークレーマーになるのですが、ユタボンが残りの3分の2に入ることはできるのでしょうか。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。最後は私が好きな本の一行で締めたいと思います。バカは原理的に自分がバカだと知ることができない。私も、そしてあなたも。